オリンピックで勝って帰ってきた時のような感じなので、正直びっくりしてます。自分がスケートをしていてとても楽しかったというか、まあ、試合でこれだけ幸せな気持ちで滑れたのって本当に何年ぶりだろうというぐらいまで本当に幸せだったので、全日本選手権目標、短い期間の中でどれだけ自分が成長できるか、それをまず重点に置いて練習していきたいなと思ってます。